ラス3に欲しい機能パート2。行ってみよう。はい、ありがとうございます。足笛です。前回はサーモンラン部門ということで6個欲しい機能をまとめましたが、今回は試し撃ち部門、武器スペシャル部門、復活部門の3部門をご紹介していきたいと思います。早速試し撃ち部門見ていきましょう。7個目、試し撃ちでギア変更。ギアの効果を検証しようと思った方なら誰しもが一度は思ったことがあるでしょう。現状はわざわざ試し撃ちをやめてお着替えしてまた試し撃ちをするという手間が必要なため、ギアパワーを調整したい方にとってはかなりロスタイムです。これはぜひとも改善してほしいですね。8個目、試し撃ちでタコズネストバトル。現状はバルーンしか置いていませんが、攻撃してくるオブジェクトを用意してほしいということですね。弾を避ける練習になったり、不規則に動いてくれれば対面した時の打ち合いの練習にもなります。一応スプラ2でもオクトエキスパンションを買えば心の中の3号と打ち合えるため練習にはなりますが、好きな武器を使えないのでやはり改善してほしいですね。ちなみに新しいスペシャル吸引機が敵の攻撃を吸い込むことで攻撃範囲が変わるため、何かしら攻撃してくるオブジェクトは実装されそうです。9個目、試し撃ちで武器変更をしやすく。武器を変える際に横スクロールで選択するのですが、全139種類も実装された武器の中から一つ選ぶには横スクロールだけではあまりにも不便ですよね。シューター、ローラーなど武器種でジャンル分け表示したり、お気に入りした武器は手前に表示させて選びやすくするなど何かしら工夫してほしいです。ちなみに僕はヒーロー武器しか持っていないのでそんなに困っていません。10個目、インクタンクやスペシャルゲージを常に満タン。エイムの練習をしたいけどインクが切れるからちょいちょいインク回復を挟まないといけないな。スペシャルの練習をしたいけど貯めないといけないからいちいち塗りまくってスペシャルを貯めないといけないな。これが現在の仕様です。練習をしたいのに別のアクションも必要になってくる現状は明らかに不便なので改善してほしいですよね。11個目、防御系ギアパワーを積んだバルーンを設置。スプラ2では爆風ダメージ軽減のギアパワーがありますが、何個つければどれぐらいダメージが減るのか試し撃ちでは試せないんですよね。初代スプラでは防御力アップのギアパワーを積んだバルーンが設置されていたので、こちらはぜひ復活してほしいです。12個目、試し撃ちの場所を変更できるように。現状は試し撃ち場でのみ試し撃ちができますが、各ステージでも自由に試し撃ちができたら面白そうだなと思いました。なんならバンカラ街でもインクぶちまけられたらいいですよね。各ステージの立ち回りを確認できるほか、いろんな場所をきれいに塗りたくって今日も塗ったわー気持ちいいと満足することができます。ここからは武器スペシャル部門を見ていきましょう。13個目、理不尽武器たちの弱体化。オーバーフロッシャー、シェルター系、トーピード、ハイパープレッサー、マルチミサイル、インクアーマーといったスプラ2で敵に来たら思わず発狂してしまう理不尽な強さを持つ武器たちは弱体化してほしいという内容です。初代スプラトゥーンで暴れていたノバブラスターやダイナモローラーなどはスプラトゥーン2で弱体化されましたし、スプラ2で暴れた武器たちはスプラ3で弱くなると思いますが、その武器たちが好きという方もいますので弱体化させすぎるのはかわいそうな気もします。逆に他の武器たちを強化してバランスをとってほしいですね。個人的には筆が好きなので筆の強化待ってます。14個目、短射程の強化。長射程トゥーンと言われるぐらい今は射程で勝ててしまう環境のため、それを何とかしてほしいということですね。これに関してはおそらく新アクションのイカロールやイカ登りが解決してくれそうです。新アクションがどれだけ強いかは分かりませんが、短射程が長射程との距離を詰めるのは過去作と比べてだいぶ楽になるんじゃないかなと個人的には思っています。15個目、武器スキンの実装。例えば武器の見た目を初代スプラのデザインにできたり、武器にタコワサ将軍のステッカーを貼ったり、武器の見た目を変えられるシステムのことです。もしゲソコインで武器スキンのガチャが引けたりしたら、個人的にはめちゃめちゃ熱いと思っています。激レアのスキンが出たら普段使わない武器でもこれ見せびらかしたいから使おうかなってなりますし、他武器との新しい出会いにもつながりそうです。16個目、武器のステータスを数値化。今のところ射程とか攻撃力とか全部グラフになっていて、武器同士を比べたいときにどっちがどれぐらい強いか正確な数字で表せないんですよね。誰かが試し打ち上で検証してそこで初めて数字でわかる感じなので、ここは公式の方で改善してほしいです。17個目、透明になるスペシャルの実装。スケルトンにロマンを感じてしまう方は少なくないでしょう。自身の体が透明になるだけで塗ってしまうと大体の位置が特定されてしまうため、強すぎるスペシャルにはならないと思いますが、透明になれるというだけで謎の可能性を感じてしまいます。最後に復活部門ということで、初代スプラトゥーンにあった復活してほしい要素を見てみましょう。
18個目初代スプラのステージ復活。スプラ2で実装されなかった過去ステージはマヒマヒリゾート&スパ、金目鯛美術館、マサバ海峡大橋、ひらめが丘団地、ネギトロ炭鉱、塩の目油田、デカライン高架下の7種類があり、初代スプラファンから復活を望む声が結構あります。金目鯛美術館はすでに復活が確定しているため、残りの6種類も期待できそうですね。発売初日から全種復活はないと思いますが、アップデートで徐々に追加されていきそうです。19個目過去作の BGM 全開放。スプラ2で初代の BGM が音ゲーでしか聴けなかったため、スプラ3では初代スプラ、スプラ2の BGM 全てバトル中でも聴けるようにしてほしいという内容です。ただこれが実装された場合、曲数が多くなってしまい、自分の好きな曲がなかなか流れない可能性が出てきます。自分の好きな曲だけ流せるようにお気に入り機能もセットで実装してほしいですね。20個目過去作のスペシャル復活。単純に前のスペシャルを使いたいという人もいれば、初代スプラ、スプラ2のスペシャルも全部復活させて最強スペシャル決定戦をスプラトゥーン3でやりたいという人もいたり、理由は様々ですが、やはりいろんなスペシャルが使えたらそれだけで楽しいですよね。21個目ギアパワーの仕様を初代スプラトゥーンに戻す。初代スプラには攻撃力アップや防御力アップなどスプラ2にはない強いギアパワーもありましたが、それ以外にもスプラ2で続投されたけど効果が弱まったギアパワーがあります。例えば復活時間短縮はスプラ2では前回のデスからゼロキルのままデスした場合復活時間が短くなるという条件付きですが、初代スプラは無条件でギアパワーをつけるだけで復活時間が短くなるという超強いギアパワーでした。ゾンビ戦法が強かったため弱体化されたのだと思いますが、それはそれで面白かったと思うんですよね。個人的には初代スプラのギアパワーに効果を戻してもユーザーは楽しめるんじゃないかなと思っています。22個目ガチホコのホコショットを初代の仕様に戻す。昔のホコショットを使いたい方も中にはいます。昔の方が強かったですからね。重量級スーパーショットみたいな感じで横方向のエイムさえ合えば敵を倒せるトルネードショットを放てたので、メインウェポンよりガチホコの方が強くねと言われていた時期もありました。元に戻る可能性は低いと思いますが、戻ったら戻ったで面白そうです。今作はイカロールがあるので比較的避けやすそうです。ここで皆さんにお知らせです。スプラトゥーン3専用コミュニティを宣伝してほしいということでお話をいただいたのでご紹介します。めっちゃ簡単に説明しますと、ディスコードと呼ばれるサービスを使ってスプラトゥーンが好きな人たち同士で雑談したり通話しながら一緒にバトルしたり、一人ではなくみんなでスプラトゥーンを楽しみたい方向けのコミュニティとなっています。新しくフレンドを探したい方にとってもおすすめですので、興味ある方は概要欄のリンクからコミュニティを覗いてみてください。というわけでいかがでしたでしょうか。パート1パート2合わせて22個ご紹介しましたが、私がまとめたスプラ3に欲しい機能は全部で90個あります。まだまだあります。面白いと感じた方や確かにこれ欲しいと共感してくれた方はぜひチャンネル登録してパート3以降の動画もご視聴いただけると嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもん。それではまた。アディオス。